ベルトビズ。こんにちは。天羅万象久保田勝です、えー。先々週の天羅万象では、この秋と、そして来年の春にアメリカで見られる相次いで見られる金環食と皆既日食二つの日食の話をしました。これが現地の十四日にアメリカで見られた金環食の様子です。人が集まってますよね。みんな見上げてます。はい、かけています。 アメリカではこの時リングオブファイヤーという表現で多くニュースなどで取り上げられていました。綺麗な輪です。で、日本でちなみにね、あの金環色が見えるのは2030年の6月1日の北海道になります。さて今日は月食の話です。で、今年起きる普通の月食は1回なんですね。まもなく日本時間の10月29日の未明に起きます。 で今普通の月食と言いましたけども、えー、普通じゃない月食って一体何でしょうか地球からは太陽の反対側に日光を遮った影がご覧のように伸びています専門の言葉でこの影を地球の本影と言いますで本影の中に入りますとつまりこの中からは地球に遮られて日の光が入らないわけですでも地球の影実はこれだけではないんですね 太陽と地球をこう結ぶと本影とは別にその周りに先が広がった影ができますこの影の中からは太陽の一部は地球に遮られますけども全部が隠れてはいないんですこの影を反影と呼んでいます平均で三十八万キロメートル余り離れた月の軌道あたりでこの地球の影をスパッと切ると このような断面になるんですね、二重です。真ん中に本栄、そしてその周りに反栄が取り巻いています。でこれに比べて月の大きさはというと、これぐらいですね。本栄は月の直径の2.7倍ほど、そして取り巻く反栄は月の直径ほどの幅があります。えー、地球の影はですね本栄と反栄の二重になっているという説明をしたわけですが、では、 普通の月食と普通ではない月食の説明です。地球の本営の中にはまあ、太陽光線が差し込まないので、ここに月が入ると月の上に地球の影がしっかりと落ちて月が欠けて見えます。まあ、これがみんなも知っている普通の月食です。で月が本営の一部だけに入るのが部分月食、そして全体が地球の本営の影の中に入るのが回帰月食です。 でですね、このような形月が地球の繁栄の中だけに入るケースも実はありますこれを専門用語で繁栄の中ににに入入る普通ののの月月食の前後はは必ず月は繁栄に入ります。えー、繁栄の中では太陽光線の一部が地球に遮られているとはいえ、まあ、あの月を照らす日差しは結構強いもんですから本栄にかなり近い部分以外は肉眼で見ても月面が暗くなったように見えないんですね。 なので、繁栄月食は何も知らないで見上げる分には、月が欠けて見えずに、まあ、普通の満月のように見えてしまうんです。歩いて見上げても気づかないということですねで。月食は月食なんですが、ほとんどわからない、普通ではない月食というのは、こういうわけなんです。でもこれ、写真に撮るとそれなりにわかるんです。これ、2020年の繁栄月食の時に撮った写真なんですが、左が繁栄月食の最大の時 右は終わって満月に戻った後です。で露出をやや控えめにして移しますと、このように月面が薄暗くなっているのがわかるんです。ただ肉眼ではその気になってみないと、まあほとんどわからないという感じなんですね。さて月食のあれこれのお話をしましたけれども、二十九日日曜日の夜明け前に。西の空に沈んでいく月が、これぐらい少しだけ欠ける普通の部分月食が起きるんです。 今回の月食では月は月月地球の本営の本北側をかすすめるようなな形になりますで月が繁栄に接するかかるのは日本時間の29日日曜日の午前3時ごろですけども、まあ、先ほど話しましたように繁栄でのこの月食は肉眼ではよくわかりませんで月が本影にかかるつまり普通の月食が始まるのは夜明けも近い午前4時34分です。 で月食の最大は午前五時十四分で、月は左側が直径の十三パーセントほど欠けます。で月食の後半にはもう夜明けが近くて、空はだんだん白み始めてきます。で本営の月食の終わりは午前五時五十三分です。東京では月食の終わりは月が沈むわずか十三分前。もう西の地平線すれすれなんですね。で東京では空はもうすっかり明るくて。 日の出が午前5時59分ですから、月食の終わりと日の出、そして月が沈むのがほぼもう同時刻ということなんですね。まあ今回の月食は月がか,えかける度合いが小さいのと、まあ日曜日とは言いましても夜明け直前の低い空で起きるということで、条件はちょっと厳しい月食と言えます。では、来年以降の月食、普通の月食というのはどんなスケジュールなんでしょうか。 次の月食は来年の9月18日の部分月食ですが見られるのは南北アメリカ大陸からヨーロッパで日本では全然見られません月食の時刻日本では昼間なんですでその次は再来年の2025年3月14日の回帰月食ですが東海から西では月が昇る前にもう月食を終わってしまうんですねで。関東から北日本でも月が昇ってきた直後にもう月食を終わってしまうということでこれ見るのは難しい月食です。 それからさらにその次再来年ですが2025年の9月8日の回帰月食明け方の西の空なんですけどもこれは回帰も含めて月食全体は見ることができます子どもさんにもおすすめできるのは2026年の桃の節句3月3日の宵の回帰月食なんです東の空で夜7時前に月食が始まって午後8時から9時までのおよそ1時間月が地球の陰にすっぽり入る回帰月食になります 時間も月の高さも十分に楽しめる月食です、まあ、起こる回数はです、ね、日食よりも少ない月食なんですけどもとにかく月食は、えー、その月食が起きている時刻にです、ね、月が地平線から上にある地球の半分から同時に見ることができますので目にする回数はこれ日食よりも多いと言えるんですね。で私たちが月食を見ている時、まあ、逆に月面からは今日食が見えているんだということは覚えておいてください。 天な晩章でした最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします